昨日トロちゃんの足何じゃ、昨日結局見なかったんだよね。トロちゃんの足見てない、1個も見てないや。あの携帯どこやったっけ、こっちか。もう一個見てない。今日もするかな、夜もしてるかな、もしかしてトロロちゃん。いやまだしなさそうで、今日何時からする。トロちゃんほぼほぼ毎日してる配信、毎日夜から朝ぐらいやってる、いつもほぼほぼ。フィナシーズン変わる、そうなんだよね。10日、10日だっけ、10日に変わる。え、何時に変わるんだっけ、10日の。10日の2時、2時、2時、3時ぐらい。え、10日の2時、それともさ10日の26時とかってこと、どっちだ、どっち。今シーズンシルバー行けてないんだよね。てか全然やってない。この間ショルームイベント中にさ1回やったじゃん、1回やったってか、そのやるって言ってさやった時があって、でその時結局シルバー上がんなくって、ブロンズの 2でそっからやってないんだよね一個も。スイッチを触ってすらなくって一個もやってなくって、ブロンズの1すら上がってない気がする。2だって、ね、確か全然やってん。10日の25時半くらいに終わる、あ今シーズンが、あそっちね、10日の25時の方ね、25時半。今日ってかもうなるね、そろそろもうあと1日ぐらいで、明日やってブロンズの1ぐらいに上げれるぐらいかな、いけるかな1日やればシルバーぐらいに。イヌリーグオブレジェンドやつ、あロル、今日なんかあれだよね、河川さんのやつやってるよね。でもロルはもう見たことないから、あれもちょっとルールが分かんないよね。ちょっとだけ配信見たことあるけど、やってる人の配信、いや配信な切り抜きとか見たことあるんだけど、あんま分かんなかったルールが。一緒にマスター皆さんマスターなんてもう程遠いよ私ブロンズだよ今行けてシルバーだったらほど遠いな。スタ毎日のラックやってたらいけるかな、あのゴールドぐらいには。マスターちょっとまだ無理だわ。スイッチライト、スイッチライトだかな。いやーでもシルバー、いやブロンズの1までにはあげたいな。てかあげれると思うけどな、明日やれば普通に。少しなんだよね、あと少し、少しだから何時間かやることもあげれるけど、ブロンズ1には短時間じゃ無理だろうけど、
あげれるけど、シルバー、そっからシルバーは分かんないな、微妙。分数2なんだよね。でもあと少しで1ぐらいだったはず。あと少しで忘れたけど、どんぐらい RP 保ってたかもう覚えてないけど最近全然やってない。8月入ってから1回もやってない。いつ最後やったかも覚えてないよ。あと少しで上がるって下がって、いや、ランク自体は下がってない。結局プラマイゼロぐらいだったんだよね、 RP その時やって。下がって上がってだったからプラマイゼロぐらい。ラッキー弱体か。え、弱体化しちゃうの、知らなかったいや、なんか次のシーズンのさ、なんかそういうの全然見てないや。やばい、弱体化しちゃうな。確かにファルキリー強いもんね。リピーターが熱い。え、マジでリピーター使ったことないや。リピーター使ったことあるけど、あのすぐ他の武器に変えちゃう。なんかこうリピーターしかなくてリピーター使うとかはあったけど。何かのゲーム、Apex のゲームの話ですね。 Apex っていうゲーム、ファントムアギとニューキャッスルの曲。あ、そうなんだ。ファントムアギファントムアギ前使ってた。最近使ってないけど。ニューキャッスル、ニューキャッスルもっとすらないな。強化されるんだ早いね、ニューキャッスル。こないだってか、え、今シーズンで出てたキャラだよね早っ、今日か。何のマギーも最近だけど。エヴァ強くないの。エヴァ全然見てないな、なんかそういう情報のやつ全然見てないや。なんか新しいレジェンドのやつは見たけど見てない全然情報知らない。ボセックケアパケ、え、本当にボセックケアパケ行くんだ、意外。ボセック、え、本当意外だな。すごい、いつも使ってる武器はね。いや、ボセックあんま使ってことないんだよね。私はいつも何持ってるかな。フラトラか、フラトラか、スピットファイヤーか、かカービン、どれかと、その連射系のやつと、あとピースキーパー。とかかな。でも全然使いこなせない全然使いこなせない難しい。なんか連射できるやつ持ってないと無理、負けちゃうもん負けちゃうそういう弱いから打ち負けちゃう前まではね、なんかあの長物ロング、なんかチャラとかさ持ってたんだけど、スナップやってたんだけどやめた結構前にやめて。
PK 強いね。当たりは確かに当たりはね本当にそう当たりは強い。マスティフも強いけどマスティフキャパケだからね。次もキャパケだよね。わかんないけど全然見てないからわかんないけどキャパケっぽい。ボルト、あボルト持っていくんだ。全然知らなかった。一個も知らないな次のシーズンのやつ一個も知らないや。全然知らない。カズちゃん当たる作戦変更した。いやね単純にねスナイパーもいいんだけどスナイパーだとねそのなんだろうなこう近くで敵が来た時無理なんだよな戦えないからスナイパーやめた。ちょ上手い人持たない人多いからそういうの真似しようと思って持つのやめた。スナイパーが上手い人もいるけどその配信者の方で。全然やってないよ最近。絶対下手になってる引っ込まってない。早く PC とかできるようになりたいな。早く買いたいけどちょっとまだ買えないわ。プレステもかねみたいな。プレステ当たらないし PC の方ができるゲーム多いからやりたいゲームもあるから PC にしようかなと思ってきたけどまあ分かんないねまだ。お店行って店員さんの話聞いて決めるかな。そうなんだよね。最近応募してすらしてないよプレステ。PC も何がいいか分かんないからなとりあえず、うん、聞こうと思ってるけど。他にやってみたいゲームエペ以外。エペ以外だとバロラントとあと秋にさあれが出るじゃん。オーバーウォッチ出るからオーバーウォッチもしたい。やったことないけど PC の知識がなさすぎでは。そうなんだよね。そこなんだよな。ないんだよな PC。 全然興味なくってパソコン全然知らないよ。スプラ新しく出るやつ9月だっけ。やりたいんだよ。やりたいと思ってる。出てっから買おうかな。買いたいけどあれってさ予約しないともう買えない感じなのかな。人気だよねスプライトなんて。逆にパソコンある。パソコンっていうかパソコン2台あるけど1台は自分のじゃない。なんかお父さんが前使ってたやつ。もう全然今使ってないけどめちゃくちゃ昔のやつ。なんか使えない。なんかそういうセキュリティ面とかでもよくなくって使えないみたいな。昔すぎて使えないやつで。でももう1個は自分のなんだけど、なんかパソコンだけどなんていうの、そのなんかタブレットみたいなやつにこうキーボードつけてみたいなやつ。
みたいなやつ。そう、ゲームとかはできない。スペックが足りない。持ち運びがこうできるようなやつ。しやすいやつ。スペースにあるか物を強くした方がいい。え、やっぱり？どうしよっかな。でもね、買うって完全に決めたわけじゃないんだよね、スプラトゥーン。一回も見たことないの、スプラトゥーン。一回も見たことなくて、今まで。どうしようかなって迷ってるところ。そうですよ。ダウンロード版なら焼かなくても買えるんじゃん。ダウンロード版、値段一緒？あの、なんか普通のさ、ソフトの方とさ、ダウンロード版って。ダウンロード版の方がちょっと安いのかな。どうしようか。でもね、ダウンロード版はね、あれなんだよな。容量が足りないから、スイッチライトだったエペしてる関係で容量が少ないから、そうなんだな。てか、なるほど。あ、てかパッケージ版もお店で買うと少し安い。どうしようかな。それによるんだよな。その他にスイッチ以外でできるやつ、PC とか買えばやっぱりそっちでやるからさ、いけるんだけど、そのスイッチライトやってるから足りないかも、容量。まあでも普通に買ったとしてもさ、結局はさ、アップデートとかがあったりして少なくはなるんだけど。普通の買おうかなと思って、買うんだったら。そう、でも分かんない、買うか決めてない。スプラトゥーン、でもあれかな、人気で買えないとかあるかな。スプラトゥーンだって結構人気あるもんね。なっちゃうかな。でもな、顔が微妙なんだよな、顔が迷ってる。人間のオンライン必要。そう、なんか誰かフレンドとするにはオンライン必要。そう、入らないといけないんだよね、フレンドとするんだったら。エフみたいなあんな感じではないから、なんか入んないといけない。予約しとけば買える。予約しとけば買えるんだけど、いや買うかは迷ってるんだよね、そもそも。買うかは迷ってる。メンバーやってる子今はそんなにないけど、多分ね、あの販売されたひな子も時々やってるぐらい、なんていう、そのめっちゃやってる子はそんなにいないかもだけど、あの新しいの出たらやる人は。そう、
そう迷ってる。買うかも。あ、ピシカなんだっけ、あのプレステどっちかは買うつもりでやる。あの迷ってるっていうのはあのスプラトゥーンの話ね。そっち。そっちなんだ。なんだろうな、その。あとなんかあんまゲームわかんない、ちょっと待ってんだよな。だからなんだろう、気になる程度。もう絶対にしたいってわけではないから、スプラトゥーン今のところね。うん、そうなんだな。まず椅子か、まず確かにまず椅子買わないとだな。椅子なんだっけ、プレステかゲーミング PC どっちか買うなら椅子必要だしな。てか椅子は絶対に必要だわ。今椅子ないんだよね。椅子ないからちょっと買わないと、まず椅子買わないといけないよな。でも PC かプレスどっちか買うにしてもまだ買わないけど、秋頃かな買うのは。え、そう椅子ないの、机あるんだけど椅子がなくって。いるじゃん絶対に。立ってゲームとか絶対やだよ。だからそう椅子使わないといけない。まだ買ってない。ゲーミングチェアはね買いたいんだけどね、この机のサイズ的にゲーミングチェアが入らないから、ゲーミングチェア買えない。そうサイズ測ったら入らないっていうことが判明して。諦めた。買いたかったんだけどさ。だからなんか違う椅子買いたかったんだけどね、入らないっていう。横幅がゲームゲーチャー結構大きいじゃん、横こうなんか画像で見る限り結構大きいから入らなくて、それで分かったらさ買おう、これ買おうと思って決めたやつがサイズ見たら入らなくてやめた。だからとりあえずは普通のです。またなんか大きい机変えた時にゲーミングチェアかな。キッチンの椅子とかじゃない、キッチンの椅子って何、どんなの。キッチンの椅子なんだそれ。ヨギボ、ヨギボ絶対高さ足りないでしょあれ。低いよあれは。AKレジがちょっとあれだよ、大きいゲーミングチェアだからさ、大きいから入んない入んない、幅が。そう幅がさ、だから入るやつじゃないと買えないから。入らないんだよねゲーミングチェアは。買いたかったんだけどゲーミングチェアは入らない。
まあまあいいよ。PC を買うためにどうせね、こうお金を貯めないといけないから、私は貯金をしないといけないから。PC 高いから。安い PC 買ってもさ、スペックが低かったりしてあんまりってなりそうだから。そんなに高いの買うつもりもないんだけど。そう。そんなに高いの買うつもりもないんだけどね。まあまあまあ。最低レベルぐらいのやつを買おうと思ってるんだけど、その、なんていうの、その、あんまり、なんていうの、スペック低すぎてもあれだから、あんまり低くないやつぐらいで、みたいな。あんま高いのは買わないけどね。10万はね、安い PC、 安いからもうちょいするやつ。え、10万だとね、多分ね、ゲームやっててもなんかあれみたいな、ちょっとあれだなみたいななることあるから、多分ちょっと足りないから、もうちょいするやつかな。いやね、自作は作んないかな。このやつはやんないかな。自作組み立てるの大変そうだし、あんま知識が足りないから。エビバロぐらいの10万、エビもいける、10万でバロはいけるイメージある。バロなんていうの、あの夜が少ないから、エビに比べたらエビちょっと大きいわ。プロゲーマー、プロゲーマー目指せるほど上手くないプロゲーマー目指せるほど上手くないんだよな。うまければいいんだろうけど、そこまでうまくないから目指せないわ スペックって、ね、スペックは説明下手だからな、なんていうのかな、なんか私もなんかこうちゃんとは理解してないんだけど、なんていうの、スペックが高い低い、ゲームをこうなんかスペックが高いと、スペック自体の説明だよね、高いとじゃなくって、あ、そう、性能、そうそうそれだ、 PC の性能が高い。キーボード光るやつはそんな顔つもりないかな今キーボード、モニターとかも20万とか、モニターとか全部一式買ったらもっとすると思う、20万、 PC ぐらいです、 PC だけでそんぐらいいくと思う。でもモニターも買うからないから、テレビしかないから、テレビにも映し出してもいいんだけどさ、その机の上でしたいから、モニターもいる。モニター大きい、モニターは普通ぐらいのサイズでいいな、こう標準ぐらいの、そんなに大きくなくても、普通ぐらいでいいや
ぎたもん私な。24日です、そんくらいかな。でも多分ハートって落ちるぐらいの、そんなに大きいと置けないだろうしね、多分机そんな大きくないから。ゲームや構築さん大体200万から300万かけてる。やば、そんなかけれないよかけれないよ、そんな本当に毎日生活になっちゃうでかい画面で、あのスイッチライトより大きい画面でゲームがしたいっていう意味であって、そんなに大きい画面でやろうってやっても多分ねやりづらいと思うな。プロジェクター、プロジェクターはちょっと見にくそう。スイッチライトより大きい画面でできたらいいよそのゲーム機とかのさ、あの画面でするやつよりか大きい画面でできたら別にいいんだけど、そんなにだから そこまで大きくなくてもいいんだよね画面は。そのモニターでできるようになれれば全然普通ぐらい。本当に全然詳しくないからさ、そうちょっといろいろ聞いて決めようと思ってるけど、お店の人とかに。本当わかんないから ゲームするだけなんだな。あのなんかなんだっけ、 PC 買ってモニター買ってキーボードマウス買ってぐらいでいいじゃん。あとなんかコマースの下に敷くやつ、マスパッドみたいな買うぐらいでいけるよね。なんかいるっけ、あと言い忘れたのあるっけ。あ、あとコントローラー、あとパッドにしたいからコントローラー買ってぐらいじゃん。でも配信もするってなるとプラスでいろいろいるからな、したいんだったら。できるか分かんないけど、できるか分かんないけどね。スピーカーいらないっしょ絶対いらないっしょスピーカー。ヘッドホンでしない、イヤホンでするか。イヤホンあるしな。別にできるか分かんないけど、するってなったらあれだよね、マイクカメラとか。あとなんかさあるじゃん、なんかなんかボタン押して画面切り替えれるやつ、設定してみたいな、ああいうのもいるよね。ってなったらいろいろいりそう。ゲームするのにそんなお金ね、かけなくても。いやね、こんぐらいかけないとできないゲームができないからな。そう、スイッチライトじゃかなり厳しいからな、エペするには。うん、100
100万見といた。100万そんなかけるつもりはないんだけど私100万そんなにかけるつもりはないか。キーボードマウスもそんなに高くなくていいんだよな、安めでいい。だってそこまでコントローラーなんかずっとやってて使いにくいなってなれば高いの買えばいいし。うん、近ぐらいで。でもスイッチもね結局はさそんなにさ良くないんだよな、エペするってなれば。そのなんていうの、なんていうのこの処理速度、このなんていう画面の遅いから綺麗に映らない。映るけどその普通にできるレベルではあるんだけど、そんなにはよく、容量もまずくないからね。あと PC のゲームがしたいってのもある。それもある。うん、でもゲーム配信はそもそもできるかが分かんないから、もしできるってなっても PC 買ってからすぐにはできないだろうし、いろいろ買わなきゃだから。配信に使うやつとか、いろいろあるからさ、マイク、カメラみたいな、いろいろ配信で使うやつがあるから、それを買ってからになるかすぐはできない。できるってなってもね、そもそもできるかすら分かんないけどできない可能性もある。うん、最高の環境を目指せ、いきなり最高の環境を目指さない。そんなに高いものは買うつもりないからそうだね、いやそんなめっちゃ安いのも買うつもりはないけど。あ、55分ありがとう。なんかあのあれね、めっちゃしづらいわけ、なんか安いの買うとめっちゃしづらくなっちゃうから、なんていうの、ちょうどいいの、ちょうどいいのを買うつもりそう。じゃ13位からランキング見ますね。13位、ハマーさんありがとうございます。12位、筋肉愛好家さんありがとうございます。11位、あきひこさんありがとうございます。10位、バタニーさんありがとうございます。9位、香港のアルマットマーク京香織さんありがとうございます。8位、マルさんありがとうございます。7位、にゃ、7位、にゃこアットマークさんありがとうございます。6位、ラスカールさんありがとうございます。5位、ナオトさんありがとうございます。4位、ミーティアライトさんありがとうございます。3位、としのりさんありがとうございます。2位、とわさんありがとうございます。そして1位がグランツさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。明日の配信も11時台か早く始める、22時台ぐらいにすると思います。明日も夜ですかね。ちょっとエペしようかな、また明日で終わっちゃうから、今シーズンがブロンズ1にはあげたい明日あればあげれそうだけど、やればやればあげそう。あ、でも PC はそのすぐ買わない。秋までにお金を貯めて
でお店になんか聞きに行こうかなぐらい。そんなすぐ買うつもりはないだからね。まずは貯金まずは貯金お金を貯めます。まずは貯金ねまずはシルバー上がるかな明日相当頑張んないと。フィッシャーいます。フィッシャー何買おうと思えばあれだとすぐ変わると思う。そもそもお金はね結構前から貯めてるんだよな。だからそう何かこう自分がしたいことのためにお金を貯めてるから、それを PC に使おうかなみたいな。そこにもしたいことがあるからお金貯めてる。じゃあでもリモートないね。あ、私カード持ってないから大丈夫、できない持ってないんだよな、クレジットカード持ってないからできない、大丈夫そう、現金一括現金しかない、あのお金を払う方法が持ってない、カードえ、そう、カード持ってないんだよな、だからお金貯めないと買うんだったら嬉しい、貯金しないと。でもカードはね持ってないと不便なこともあるからさ、カードは作りたいけど、そういうのリボ払いとかあんま使いたくはないと思ってる。でもカード作んないと不便だよね、それは思ってるんだそろそろ時間だ。じゃあ明日も今日と同じくらいか今日より早くできたりしようとは思ってるけど、わかんないね。明日もまあとりあえず夜にすると思います。じゃあありがとうございました。また明日、おやすみなさい、バイバイ、おやすみ、ありがとうございました、バイバイ。